古代中国創造上の巨大魚の名を持つ、台湾で初となる国産潜水艦海鯤型1番艦が、9月28日、台湾南部高雄の造船所で進水式を迎えたよ。この建造計画は蔡英文総統が熱心に進めたもので、進水式での祭祀は念願叶ったということか、感無量だったようだな。海鯤潜水艦は言うまでもなく、近年台湾の武力統一を示唆している中国習近平体制への強力な牽制になると思われるぜ。さて今回は台湾初の国産潜水艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国は台湾の潜水艦に身の程知らずと非難したんだけど、逆に言えば、中国にとってかなりの深刻事態だから、過敏に反応したのではないかとも見られているね。通常動力型潜水艦の海鯤は、その名にふさわしく、通常型としては大きい艦体なんだけど、同タイプの海自最新型潜水艦太平型よりはちょっと小さいみたい。特徴としては、太平型と同様、高性能リチウムイオン電池採用により2週間ほどの連続潜航可能と推測されること。アメリカの原潜に搭載される最新戦闘システムを採用していること。さらに高性能長距離誘導魚雷射程約 50km を装備していることだね。兵装の中でも、マーク48魚雷は時速70から 100km、敵が回避しても再指令によって何度も攻撃を繰り返すしつこい魚雷で、もはや水中対艦ミサイルとみなしても誇張ではないほどのスペックだよ。アメリカの最先端技術が使われていることから、太平型よりも高スペックではないかと考える防衛軍事関係者も少なくないらしいな。台湾は潜水艦を自前で作ったんだけど、建造のノウハウはないんだ。ではどうやって作ったかっていうと、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したという報道があり、つまり民主主義勢力連合というわけだね。噂では、日本にも参加要請があったらしいが対中関係などに鑑みて、軍事的協力は断ったらしいが、民生レベルの技術協力という名目で応援している可能性はあると囁かれているらしい。作れなければ外国から輸入すれば?という声もあるようだが、台湾は国際的にも非常に微妙な存在なため、潜水艦の完成品を外国から輸入するとしても売却する国はほとんどないだろうな。世界の多くの国は中国との国交を選んだため、建前上は一つの中国の原則に従って台湾と断交していて、日本も例外ではなく、そのため、台湾へ武器を輸出することは一つの中国体制を踏みにじることだと中国側が猛反発。巨大市場を武器に、貿易制限中止の報復に出るのがいつものやり口になっているんだ。実例として、オランダ潜水艦を売却とフランス1980年代に軍艦やミラージュ戦闘機を販売が、中国の経済制裁でダメージを受けているよ。例外はアメリカだな。台湾の安全保障を謳う国内法台湾関係法を理由に、中国の反対を無視して台湾に武器輸出を続けているぜ。正面から対決はしないが、全面的に認めるというわけではないというアメリカの上手な方針ってわけだ。そういえば、国内法を盾にして外国を脅すのは中国も同じだよね。いずれにしても、台湾が潜水艦建造クラブに入り、自前で量産できる国になった事実は中国にとって最大の衝撃だったと思うよ。台湾が輸入しようしたら、輸出しそうな国を経済制裁で脅し中止に追い込めたんだろうけど、自前となれば脅しも効かないし、台湾は好きな時に好きなだけ潜水艦を作り、配備できることになったってことだね。ロシア・ウクライナ戦争を見た台湾は、潜水艦のような重要な兵器はできるだけ自前で確保するのが安全保障の肝と痛感したんだと思うな。自国で潜水艦を建造した台湾には次はスタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦を開発?という気の早い話題も飛び出しているな。スタンドオフミサイル最大のメリットは敵の射程外から狙える距離の長さで、中国が着上陸作戦に出るとしたら、ミサイルやドローンの攻撃対象になるのは空軍基地や、レーダー防空設備、軍港などが当然で、敵の耳目と反撃手段を叩くのが戦術の定石だぜ。このため台湾は反撃能力の確保にも熱心で、
中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル射程約 600km の量産を開始しており、また射程 1200km の改良型も開発中らしい。中国本土でのターゲットは、台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市と見られていて、またミサイルは中国側から攻撃しにくい台湾島南北の険しい山脈の向こう側東海岸に配備して相手を攻撃する狙いがあると推測されるよ。両地点は十分射程内だけど、巡航ミサイルは撃墜回避のためジグザグ飛行をするから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離と言えるんじゃないかな。軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルで、狙い撃ちされにくい一方、中国工作員の破壊行動などに遭う危険性はあるけどね。となると、台湾は潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載し、反撃手段の切り札にしようとするだろうと推理する向きもあるらしい。しかも10発以上の搭載を目指しているという説もあるし、さらに射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に積めば、公海まで進出して首都北京をさえ伺うことも不可能ではないと思われるぜ。この潜水艦の存在自体が中国への強力な抑止力になることは間違いないだろうし、万が一北京を攻撃されたとなったら、共産党指導部の権威は失墜間違いないだろうな。以下はある人が想定した台湾有事が起きた場合のシナリオとなっているよ。中国指導部を戦意喪失させるため、中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指して、台湾潜水艦は攻撃してくるだろう。以前は台湾有事になっても、全面戦争を避けたいアメリカは、中国軍艦への直接攻撃はしないだろうし、台湾には老朽潜水艦が4隻だけで全く勝負にならないと考えられていた。しかしもはや状況は変わった。アメリカが制止しても、台湾が自衛権に基づく反撃として複数の海困窮で出撃すれば、中国海軍は対潜戦能力では劣るから、行動を制限されてしまう。太平洋側への展開は愚か、艦艇は軍港から出ることすらできなくなるかもしれない。そして万が一にも、大切な空母が撃沈されてしまったら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は一気に権力の座から引きずり下ろされる公算が高く、侵攻作戦も中止せざるを得ないと思われる。台湾有事になれば日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が水面下で密かに台湾に加勢するだろう。台湾潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻止すれば、台湾東部太平洋地域で中国が制空権を握るのはほぼ絶望的。となればこの海域に進出した中国潜水艦は、西側の潜水艦や対潜哨戒機に次々に発見されて、撃沈される可能性が高い。潜水艦とは火中の火だから、仮に潜水艦が西側連合軍に撃沈されてしまっても西側が撃沈したとは中国が公言できっこない。自分の弱さをアピールするようなものだし、ごまかそうにも海中の出来事なので証拠もでっち上げにくい。身動きが取れなくなってしまうわけだ。こうなると台湾を海上封鎖し、兵糧攻めで締め上げるというシナリオは瓦解してしまうだろう。台湾の潜水艦建造に関しては、中国側に機密が漏洩したとリークされたり、2027年までに5隻以上を量産して中国の脅威に備える予定らしいなどという話が、ヨーロッパあたりの防衛関連業界から漏れてきたと聞くし、情報戦でも駆け引きなどが激しくなっているようだな。まあ一つ言えることは、中国集大成の台湾武力統一への執着のせいで台湾が潜水艦を建造したようなものだから、ネタコを起こしてヤブから蛇を出したようなものだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。